2011年のオーストラリアグランプリはロードレース世界選手権の2011年シーズン第16戦として10月14日から16日までオーストラリアのフィリップアイランドサーキットで開催された。この年のレースでは最高峰モートジッピークラスでチャンピオンが決定した。125cc クラス予選ではポイントランキング2位のヨハン・ザルコが2戦連続。 シーズン4度目のポールポジションを獲得した。以下フロントローには、サンドロ・コルテセ、ジョナス・フォルガーが並び、ポイントリーダーのニコラス・テロルは4番グリッドからのスタートになった。日曜日の決勝は、スタート直前に雨が降り、ウェットレースが宣言された。レインタイヤを選択したアドリアン・マルティンが、ピットスタートながら、トップで1周目を終える圧倒的な速さを見せたが、 やがて路面が乾いていくと急速に順位を落とした。変わって6周目にトップに立ったコルテセが、その後独走、21周目にニクラスアジョの点灯に伴い赤旗が掲示され、23周の予定だったレースは20周終了時点で成立、コルテセの2勝目となった。2位にはルイス・サロムが入り自身2度目の表彰台を獲得、3位にはザルコが入った。 テロルは序盤にペースが上がらず2周目には18位にまで沈んでいたが最後は6位にまで順位を挽回したこの結果チャンピオン争いではテロルに対しザルコが25ポイントに差を詰めて終盤2戦に臨むこととなった元にクラスでは金曜朝のフリー走行でセッション終了のチェッカーフラッグが振られた後にスロー走行していたラタパーウィライローに ポイントリーダーのマルク・マルケスが高速で衝突した。左足、背中、首を強打した未来ーのダメージは大きく、今回を含めて2戦を欠場することとなった。左眉を一針抜けが負ったマルケスには、未来ーに危険を与えた、不責任な行為として、予選タイムに60秒を加算するペナルティが課せられた。土曜日の予選では、前年のオーストラリア GP を制した。 アレックス・デ・アンジェリスがシーズン初のポールポジションを獲得した。2番手はマイク・ディメディオが入り、クラス自己ベストグリッドを更新した。3番手には高橋優希が続いた。ポイントランキング2位のステファン・ブラドールは8番グリッド、マルケスは13番手のタイムを出したが、前日のペナルティにより最後尾38番グリッドからのスタートになった。 決勝レースでは中盤以降でアンジェリスとブラドルのマッチレースが展開された。決着はファイナルラップ1コーナーでトップを奪われた。ブラドルは次のコーナーで挽回しようとするが、デアンジェリスのリアに接触。ブラドルが大きくタイムロスし、デアンジェリスがオーストラリア g p に連覇となるシーズン初優勝を遂げた。マルケスはースタートを決め十二台を一周目に抜いて十六位に、 浮上。終盤には、クラウディオ・コルティとの3位争いを制し、見事35代抜きを遂げて、表彰台を獲得した。この結果ポイントランキングでは、ブラドルが首位を奪還したものの、マルキスとのギャップはわずか3ポイントに止まった。モートジッピークラスでは今回、ポイントリーダーのケイシー・ストーナーが、ランキング2位のホルヘロレンソに対し40ポイントの、 アドバンテージを持って地元 GP に臨んでおり、10ポイント以上リードを広げることが、ストーナーのタイトル獲得条件となっていた。土曜日の予選では、ストーナーが5戦連続シーズン11度目、地元 GP で4年連続となるポールポジションを獲得した。2番手にロレンソ、3番手にマルコ・シモンチェリが続いた。日曜朝のウォームアップ走行、ロレンソは点灯した際に、 左手の薬指の先端部分を切断する重傷を負った。またチームメイトのベン・スピーズも予選セッションで頭部を強打した影響で集中力を欠き、ヤマハワークスの二人は揃って決勝を欠場することとなった。これでストーナーのタイトル獲得条件は6位以上でのフィニッシュとなった。午後の決勝レースはドライ路面でスタートしたが途中から 雨が降って白旗が降られた。レース終盤の雨は特に強く全ライダーが大きくタイムを落としたが上位陣の多くはドライタイヤのまま走り切った。そんなコンディションの中、ストーナーが一周目から他を大きく引き離して独走でシーズン9勝目を挙げ、自身26歳の誕生日に地元グランプリで2007年以来2度目の世界チャンピオンに輝いた。またこの勝利により、 ホンダの2006年以来となるコンストラクターズ部門制覇も確定した。2位にはアンドレア・ドビスオーゾとのバトルを制したマルコ・シモンチェリが入り、自身クラス最高位を更新した。4位にはダニ・ペドロサが入り、ホンダがトップ4を独占。続いて5番手には終盤まで3番グリッドから、スタートしたアルバロ・バウティスタが走行していたが、雨に足を救われて二0連続の点灯リタイヤに、 終わった。ロレンソはメルボルン郊外の病院にヘリコプターで搬送され、指の人体と神経を修復する手術を受け無事に成功。ただし回復には時間がかかり、シーズン残り2000は欠場することとなった。ありがとうございます。